これとこっちとここもマストですね。私、沖縄に行くのは初めてなのです。とっても嬉しいです。行きたいところがいっぱいです。今回はしっかりチェックしてますよ。イギリスでは、ちょっぴり失敗しちゃいましたから。でも沖縄は日本ですから、そういう失敗はありませんし、ノープロです。ご飯も楽しみですね。これジューシーですけど、果物じゃなくてご飯なんですよね。ルートビア、もう飲んだことないです。沖縄ではポピュラーだそうですね。ビアですが、お酒ではないのですよね。あとこれと、これもバット。一番楽しみなのはですね、オフコース、温泉です。沖縄は日本の最南端ですから、温泉も日本の最南端。将来温泉旅館を経営するためにリサーチは欠かせませんからね。もちろん任務のことは忘れていませんよ。本当です。オーシャンビューの温泉のために頑張ります。じゃなくてでもとっても素敵な温泉なんですよ。このサイトの画像見てください。 What？ これは転校生さん、どうしましょう。楽しみにしていた日本最南端の温泉、なんと源泉が枯れてしまったそうなんです。しかも私たちが行くことになったほんのちょっと前に。なんということなのでしょう。ソフィーです。転校生さん、ハロー。じゃなくてハイサーイ。水が澄んでいて下の方とっても綺麗ですよ。私と一緒に潜りませんか？オッケー、レッツダイビング。転校生さん、潜るのとってもお上手ですね。お魚たくさんいましたね。とってもファンタスティックです。もう一度、もうちょっと深く潜ってみましょう。せーの。アメージングでした。海の中って綺麗なんですね。海水もちょうどいい温度でしたから、泳いでいて気持ちよかったです。ミネラルたっぷりの海水はお肌にとってもいいんですよ。塩分濃度の高い温泉がありますが、それと似た効果があるんです。昔は塩湯アミといって、体を癒すために海水浴をしたそうです。はい、弱みです。ですからこれも一種の温泉ですね。オーシャンビューの温泉はベリーベリー残念でしたが、ソフィーは沖縄の海に心も体も癒されてとっても元気になりました。オフコース、任務もうまくいきましたからね。そうだ、転校生さん、いっぱい泳いで喉乾いていませんか？私、買ってきましたよ。じゃじゃーん、こちらです。ルートビア、一緒に飲みましょう。これはこの味はひょっとして、転校生さん、